今何か動いたか。確かに弱いけど霊気がありますね。昼の会話も聞こえていたぞ。わしを正義するんだぞ。モブ、早いとこ終わらせちまおう。はい。終わりか。はい、カカシに入ってただけで害はそんなになかったんじゃないかな。なんだこりゃ。お、例の本体ですね。カカシはおとりだったのか。ああ今度はわしの土地じゃ、何人にも渡さん。だったら権利書を見せろ。収穫まで育てるのにどれだけの手間がかかると思ってんだ。ひねくれた嫌がらせだな。実った野菜を無駄にしているわけではない。お主は霊が食事できんと思っとるか。お前らに栄養は必要ないだろう。畑で育った野菜の精気を吸い取ることはできる。ちゃんとわしの糧になっとるわ。野菜とはもめ、もめ、吹っ飛ばせ。はい。やるな小僧。じゃがもう一人の方は凡人と似た。うわぁ、師匠、二人ともわしの肥料にしてやろう。無駄じゃ。お主が破壊しているものはわしが操っている植物のほんの一部にすぎん。だがそれ以上やってみろ。今すぐこの男を首に殺してバラバラにしてやる。やはりわっぱか。甘い。どうせ死ぬというのに。ツルを切っても本体にダメージがないってことは、憑依してるわけでもないんだ。生き物をラジコンみたいに操作している。そんなの考えたこともなかった。僕にもできる。悪霊と同じこと。植物が動きを止めた。植物に命令してみたんです。悪霊よりも強い念波を送り込んでみたら操ることができました。それが正解だ。よく気づいたな。くそ小僧、植物への支配を上書きしよって。己許さぬ。